仲間がターゲットを狩猟中です。シルベムシを頼りに駆けつけましょう。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。モンスターが移動を始めましたね。シルベムシを頼りに追いかけましょう。モンスターの治療が始まるとシルベムシが失礼です。ご注意を。見てください、だいぶ弱ってきたようです。おそらく巣に帰って休むつもりです。
これよりクエストを開始します。目的のモンス道に迷ったら地図を開いてくださいね。ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。道に迷ったら地図を開いてくださいね。設置した癒しの煙筒から発生する煙には体力を徐々に回復させる効果があります。曲に合わせてリズムよく焼くのがコツですよ。タイミングがずれたようですね。ここは経験を積むのみです。上手に焼けました。